須田和正四月4月24日から2019年3月7日は日本の写真家。日常に潜む闇や怪しさなどと形容される独自のスタイルによるスナップ写真を得意とした。また、大阪芸術大学写真学科の教授を務めるなど、更新の育成にも励んだ。九百四十年、東京市神楽に生まれる。若い頃には、ウィリアム・クライン。 リチャード・アベドン、アービング・ペンの写真集を洋書店で眺め、特にペンの作品を好んだという。1959年に東洋大学法学部へ入学し、同大在学中より東京総合写真専門学校の一期生らによるプロアマ写真家によって形成されたゾン・ネグルペに入会、写真の虜となった。1961年、東洋大学を退学して、 東京総合写真専門学校に入学、本格的な写真技術を学んだ。同校卒業後の1963年、日本カメラ史の月齢コンテストで、令を恐れ山に旅した記録写真を、恐れ山と題して、発表、同志の年間最優秀作家賞を受賞した。これにより、アマチュア写真家として高い評価を受けていた、須田であったが、家業を継ぐために、 写真家としての活動を休止する。1967年、寺山修司主催の劇団演劇実験室天井桟敷が設立されると、寺山の劇曲を好んでいた須田が、劇団のスタッフ募集広告を見て応募し、専属カメラマンとして採用される。これにより写真活動を再開することとなった。ここでは、一つのものに、盲目的に向かう時の熱気を学んだ。という、 1971年以降はフリーランスの写真家として活動の場を移し全国各地を旅行して目に留まった様々な風情を写真に収めた。1975年から2年間にわたりカメラ毎日しに不定期連載された66センチ版でプリントされたシリーズである風刺家電は1976年に日本写真協会新人賞を受賞した。 この受賞により須田は、新進気鋭の写真家として世間に認められるようになった。1980年代中頃からは、香港や台北といったアジア各地へも足を伸ばすようになり、様々な題材を作品として発表した。長瀬フォトサロンで開催した古典、物草周囲等により、1983年に日本写真協会年度賞を、ドイフォトプラザ渋谷で開催した。 古典、日常の断片等により、1985年に第1回東川小国内作家賞をそれぞれ受賞した。1996年には自身の写真活動の修正として、写真集、人間の記憶を刊行する。これにより、翌年に第16回土門検賞を受賞した。2013年には、マネキン人形を題材とした作品も制作している。 同年には大規模な回顧展、なぎの方が東京都写真美術館で開催された。須田は自主ギャラリーの平長町橋ギャラリーを主催したり、須田和正塾と称するワークショップを行うなど、次世代の写真家の育成にも積極的であった。また、大阪芸術大学教授や朝日カメラ氏の月齢写真コンテストの審査員も務めていた。晩年は、 人工透析を受けながらも写真を撮り続けている。2019年3月7日、老衰により千葉市内の病院で死去した。78歳没。現実と非現実の間に漂う一瞬を捉えた。その作品は1970年代からオーストリアやニューヨークなどでも紹介され、国内のみならず海外での評価も高い。主な作品集に風刺家電。 我が東京百、赤い花、風鹿家伝、鹿版、無名の男女、アーリーワークス、チャイルドフットデイズ、レイガール、須田和正の写真集。左から、我が東京百、人間の記憶、赤い花、風鹿家伝、民謡さんが、格のタバコ屋までの旅、風鹿家伝、アーリーワークス19701975、な19ぎの肩、東京系、チャイルドフットデイズ、 日常の断片、東京、ありがとうございます。